皆さんお久しぶりです。クリです。今回ね、久々にフリーライブという形で、はい、久々とか初めてですかね。東京出るの初めてで、以前は神戸で、神戸か。でも雨でね、急遽会館を借りてやりましたけど、はい、僕らのですね、アルバムサマーデリクスのリリースを記念してということで、フリーライブをやることになりましたけども、はい、はい、731というと99年のですねくらいのエキスポ、はい、20万になれるんですね、はい、思い出しますけど、はい、それ名付けたのテルさんですよね。だから新聞に載ってて、グレイの日って。そうなの。そうそうそう、なんか新聞で731はグレイの日って書いてて、それを普通にこうラジオとかで言ってたら、あグレイの日なんだっていう感じで、うん、はい、でそれから毎年何かしらねイベントやってきましたね、はい、ファンの子たちが喜んでくれそうなことを毎年考えてきましたけど、はい、今年はライブというね、はい、グレイが一番好きな一番得意な形でできることがすごく嬉しいですね。はい、はい、今日はですね、本当こう楽しみにしていましたので、最高のライブにしたいなと思います。それでは行ってきます。そう、今はね、20万人ライブから18年が経ち、ね、こうやってまた野外で、ね、この日にできるとは思いませんでしたけども、本当に集まってくれてみんなありがとう。グレイが何かこうことを起こすたびにこうやって賛同してくれて、遠くからね足を運んでくれる皆さん、本当にありがとうございます。9月後半からねアリーナツアーに回りますけども、今日もねアルバムサマーデリクスの中から何曲かやらせてもらいましたけどもね、そのライブまでですねサマーデリクスを聴きながら、夏を楽しんでほしいと思います。そしてね、なんか心の準備をしていろいろとね、アリーナツアーなんで準備してることがあるんですよ。はい、なのでそこらもね楽しんでほしいと思うし、ライブだけじゃなくまたいろいろなね来たら楽しめるっていう場所もなんか提供できたらなと思いますんで、これも楽しみにしてほしいと思います。You are